帝光、永慶元年2月28日は、五嶺町大越中高期の謙信、東京帝師の第7代当主。風号は、安藤。進国交帝柄の次男。母は、長下真女。昭和21年、副将広安公に初めて封じられた。昭和23年に父が死去すると、副将広軍公に加封された。翌昭和24年正月、近佐摂政各所水府諸英検創成期、大安国公に進封されて、李国府を開いた。永正5年、当主だった曽祖父の貞年が死去するとその後を継いで、元帥総国正安東王に封じられた。永正10年に大元帥総国正上氏安王、永正16年には大元帥総国正上氏直、父、任名勲正徳安王に加封された。帝光の執政中は、南方の広南、元首との和平が引き続いて保たれ、曽祖父の政策を引き継いで改革を進めた。土地の私有を制限して、各農村に再分配して、土地を失った農民を保護し、武居省を設立するなど財政、軍事、司法の多岐にわたって一定の成果を収めた。しかし、これらの政策は、帝師の力を強めたが、農民には負担を増す結果となった。北側では、無節制な人口の増加により土地を失う農民が続出し、彼らは帝師への怨恨を募らせるようになった。宗教面では仏教を干渉し、いくつもの仏塔を建立する反面、キリスト教に対しては禁令を出すなど厳しい態度で臨んだ。保泰10年、皇帝の広州を脅してその次男の皇太子、弾正に上位させた。永慶元年に44歳で死去し、長男の帝譲派が後を継いだ。朝廷から仁王の尊号と威略を送りなされ、後に木曽の病号と、恩厚思想宿広安貴深志教門抜き、竹広志母大略水頭剣天新防衛山、壁国平吉吉明る竹吉異州隣は夏ぶり、綱陳記和中高二王の死号を贈られた。伊南王帝赤梨久志軍公帝東副軍公、帝、気象名東帝京軍公帝京、輝き軍公、帝元軍公帝太子長公主帝子玉、譲る軍公張り果てに化した。軍主帝師玉御拝帝、弾正の皇后。軍主帝師玉院軍公東帝官に化した。軍主帝師玉六樹法令次録に化した。軍主帝師玉厚忠公元政に化した。軍主帝師玉、貴女から始め出部公割帝室、後に、薫貴公、呉服公に化した。軍主帝師玉マイナスたち、武公元吉見に化した。軍主帝師玉信忠公、元広始はじめに化した。ありがとうございます。